ペスカカロレイ1はフランスのレーシングチームのペスカロロスポールが完全自社制作した最初のプロトタイプレーシングカーである。ルマンシリーズとルマン24時間レースで使用されるルマンプロトタイプの LMP1 と LMP2 の車両規定に沿って設計されており、クラージュコンペティションから購入した車両に大規模な改造を加えて制作されたクラージュ C60 のシャシーの後継モデルとなる。 デビューレースは2007年のモンザ1000キロレースであり、その後もいくつかのチームによって今なお使われ続けている。2006年末、プロトタイプレーシングカーのクローズドタイプのコックピットの開発を促進させることを主眼とする新しいレギュレーションがフランス西部自動車クラブが協賛する様々なシリーズに対して発行することとなった。これらのレギュレーションはシャジーのレイアウトに関して 広範囲にわたる変更を余儀なくさせ、2006年シーズンで使用していたベースカーは、翌2007年シーズンでは、不適合車となってしまうため、多くのチームが新車を購入するか製造するかを迫られることになった。この時、ペスカロロスポールは、ベース車のクラージュ C60 ペスカロロスポールが数年前に大規模な改造を施した2台のペスカロロ C60 でレース参戦を、 行っていたしかしながら、C60 は2007年から発行されるレギュレーションに適合しないため、チームオーナーのアンリペスカロロは、初めてフルコンストラクターになることを決断した。C60 の多くの機能は01の設計に引き継がれることになった。C60 と異なる点として、01は、自チームであるペスカロロスポールのみによる使用だけでなく、 チームに対しししててててもレチの顧客とと販売するることを想定して開発されてい LMP1 と LMP2 の両クラスのレギュレーション規定に適合しながら顧客の要望ごとに細かい違いの01のバリエーションを設計して顧客層の拡大に努めている。0 1の第1号車が完成するといくつかのチームが車ジの購入の意向を発表した。 イギリスのチームのロールセンターレーシングは LMP1 のカテゴリーに再参入し、ジャットのエンジンを搭載した2台のペスカロロレイチで戦うことを選択した。ドイツのチームのクルーゼモータースポーツは、小排気量のジャット製 V8 エンジンを動力源として使用する LMP2 カーの最初の購入者であった。リスターカーも、また、不適合となってしまった。 プロトタイプレーシングカーのストーム LMP に代わって、01のシャシーを購入して、改良を図る意向を示している。01のデビューレースとなる、ルマンシリーズの開幕戦で、プジョーのワークス製、ディーゼルエンジンを積んだ2台のペスカロロスポールのレースカーが出走し、ペスカロロスポール16号車は、なんとか2位に入り、17号車は4位に入っている。 ロールセンターとクルーゼのレースカーもまた、ポイント獲得権の順位に入っている。前年2006年のレースで2位に入っていることから、ルマン24時間レースの自動招待枠を獲得しているペスカロロスポールは、ペスカロロ01を投入して参戦している。ルマンシリーズに参戦中の4台のペスカロロ01は、すべて参戦し、3台が完走を果たした。エマニュエル・コラール。 ジャンクリストフ・ブイヨン、ロマン・デュ・マラ3人がドライブするペスカロロス・ポール16号車は優勝したアウディに11周差の3位に入っている。さらに11周後方の4位にロールセンターのレースカーが入っている。ペスカロロス・ポール17号車は乾燥して13位に入ったが、クルーゼのレースカーはメカニカルトラブルでレースの前半にリタイアに追い込まれている。次戦のニュルブルク・リンク1000キロレースでは ペスカロロスポールのレースカーは2台のプジョー908、ハディファップに続く3位に再び入っている。8月19日のスパ1000キロレースでは、ペドロ・ラミー、ステファン・サラザンがドライブするプジョー車に続く2位に入り、もう1台のペスカロロスポールのレースカーは4位となっている。9月16日に開催された、イギリスのシルバーストン1000キロレースでは、コラールとブイオンのドライブする16号車は、 浮上者に続く2位に再び入り、プライベートチームのロールセンターが3位となった。11月10日に、インテルラゴスサーキットで開催された、ルマンシリーズ最終戦のブラジル1000マイルレースでは、ペスカロロ01は1台のみのエントリーとなったが、2台の浮上者とクリエーション CA07 に続く4位に入った。ペスカロロスポール16号車は、LMP1 の チームランキングでペスカロロスポールを2位に押し上げ、良い成績をもたらした。ペスカロロスポール17号車は、ポイント獲得に苦しんで、ランキング7位に終わったが、ロールセンターチームはそのワークスの17号車を、上回るランキング4位の成績を上げた。クルーゼは、トランスポーターが輸送中に出荷にあい、チームのレースカーを破壊したため、シーズンの活動を切り上げることになった。 2008年シーズンは5台のペスカロロ0チがルマンシリーズにエントリーしている。ペスカロロスポールとロールセンターは前年の車両でエントリーしているが、さらに2台の0チがフランスのソルニエレーシングによってエントリーされた。ジャックにこれがオーナーとなった。このチームは LMP1 クラスと LMP2 クラスの2つのカテゴリーにエントリーした。LMP1 クラスで4つのチームは、 前年の王者のプジョーだけでなく、アウディという強敵が新たに参入することになり、前年以上に手強い戦いを強いられた。ペスカロロスポールは16号車と17号車がそれぞれ1回ずつ合わせて2回表彰台に上った。16号車はペスカロロ01勢最上位のチームランキング6位に入り、他のペスカロロ01勢のチームも最低1ポイント以上を獲得している。 LMP2 クラスでは、最新のジャット製、V8 エンジンを搭載したソルネレーシングが、ニュルブルクリンク1000キロレースで2位の高成績を上げ、ヒポルシェゼ最高位のチームランキング4位に入っている。ルマン24時間レースには、ルマンシリーズに参戦中の5台のペスカカロレイチが、すべて出走し、4台が完走を果たしている。ペスカロロスポール17号車は、 ガソリン車最上位の総合7位に入った。ロールセンターは総合11位、LMP1 のソルニエレーシング車は総合26位に入っている。LMP2 のソルニエレーシング車はクラス優勝したポルシェに11周差のクラス3位となり総合18位にも入った。前年の3位で表彰台を獲得したペスカロロスポール16号車のみ完走を果たせずにレースを終えた。 2009年シーズンは、ペスカロロスポールとオークレーシングが、エボと名付けられたシャーシを用いた2台ずつのペスカロロ0チで、ルマンシリーズにエントリーしている。オークレーシングは本シーズンから、フランスマツダと組むこととなり搭載エンジンを変更した。ペスカロロスポール16号車は、LMP1 クラスのチームランキングで、ローラーストンマーキン B09-60 を使用した。 アムールイースタンヨーロッパの13ポイント差の2位につけた。ペスカロロスポール17号車は開幕2戦をペスカロロ01を使用しただけで、その後はプジョーのレースカーに切り替えている。オークレーシングは LMP2 クラスのチームランキングで6位と8位に入ったが、8位の35号車はペナルティを受けて10ポイントを減点されている。35号車はもしペナルティを受けていなければ、 ランキング4位につけていた。ペスカロロスポールは、ルマン24時間レースに、ペスカロロレイチを16号車1台のみしか、使用しなかった。17号車は、プジョー908ハリファップを使用した。オークレーシングは、LMP2 クラスに2台のペスカロロレイチを用して、ルマンに臨んだ。ペスカロロスポール16号車は、9台のディーゼルエンジン車の LMP1 z と、 ガソリンエンジン車のアストン・マーティン・レーシングやオレカといったしぶといライバルを相手に総合8位に入っている。LMP にクラスに出走したオークレーシングのレースカーは24号車が構想してクラス3位で総合20位に入った。35号車は208周した時点でリタイアしている。2009年12月オークレーシングは ペスカロロスポールの事業の製造部門を引き継ぐことについて、ペスカロロスポールと合意した。その結果、ペスカロロスポールに関わるすべての商業活動ばかりでなく、そのプロトタイプレーシングカーの開発と、シャーシやボディワークや、スペアパーツの製造などについても、オークレーシングが引き受けることになった。2010年、ペスカロロスポールは6月に、関在人による、 管理下に置かれた後に、結局7月13日に解散に追い込まれたため、一切のレース活動を行わなかった。しかしながら、オークレーシングは、l m p にクラスに 2, 2台のペスカカロレイ1で、ルマンシリーズに参戦している。2010年10月15日、ペスカロロスポールの資産売却の際、オークレーシングのオーナーのジャックニコレと、プレスティージレーシングのジョエル・リビエールは共同して、 敷地を購入し、後でアンリペスカロロに乗与して、彼にペスカロロチームを復活させた。2010年7月のペスカロロスポールの財政難による破産の後、その事業を引き継いで、チーム名を新しく、ペスカロロチームと改めた組織化のチームに、ペスカロロは復帰している。ペスカロロチームは、ルマンシリーズとルマン24時間レースの LMP1 クラスに参戦した。 オークレーシングは2台の LMP1 カーと2台の LMP2 カーに独自のモディファイを施したオークペスカロロレイチというバージョンでルマン24時間レースに参戦している。セブリング12時間レースに参戦したオークペスカロロレイチの35号車は LMP2 クラスで3位に入った。残る二台の l m p 一カーのオークペスカロロレイチはどちらもリタイアしたが、そのうちの一台は フルコースコーションの後に短い時間だがトップに立っている。ペスカロロチームはカステレ6時間レースに1台のみで参戦し、念願の総合優勝を果たした。古いエンジンのために規定の適用免除を受けたジャットの V10 を搭載したレースカーはエマニュエル・コラール、クリストフ・タンソー、ジュリアン・ジュスのドライブにより2位に1周差をつけてチェッカーを受けている。オークレーシングは チームの設計、製造、販売の部門を分割し、オンロークオートモーティブと名付けた会社を分社化して、設立し、間近に開催が迫った2012年の FIA、世界耐久選手権の LMP1 クラスに、ペスカロロ01のモディファイ版を前年に引き続いて、走らせることにした。ペスカロロ01の LMP2 カーは、オークレーシングが提携している、モーガンにちなみ、 モーガン LMP2 と解明した。ペスカロロチームからは、ペスカロロ01の LMP1 カーは開幕戦の一戦のみの出走で、その後はアストン・マーティン・アムール1をモディファイしたペスカロロ03に切り替えることがあらかじめ決定されていた。ペスカロロチームがペスカロロ01を使用する最後の機械となったセブリング12時間レースにおいて5リターのエンジンを搭載して、 総合6位 LMP1 チーム3位に入っている。オークレーシングはセブリングにおいて LMP2 クラス2位に入ったが、その後非常に荒れたシーズンを過ごし、LMP2 トロフィーで4位に終わっている。2013年、オークレーシングはモーガンニスン l m p 2でルマン24時間レースで LMP2 のクラス優勝を成し遂げた。オークレーシングは2013年初頭に、 多くペスカロロレイチによるレース参戦の継続中止と、モーガン LMP2 にレース参戦に集中することを正式に決定した。モーガン LMP2 は、日産 VK45 でエンジンを新たに搭載し、ルマン24時間レースの LMP2 クラス優勝を果たし、アジアンルマンシリーズと FIA 世界耐久選手権の両タイトルを獲得するなど、 輝かしい成功を謳歌したシーズンとなった。オークレーシングは2014年の FIA 世界耐久選手権エントリーリストに記載されたエントリー名を G ・ドライブレーシングに変更した。オークレーシングはマニファクチャラー部門であるオンロークオートモーティブの販売しているモーガン LMP2 のオペレーションに縮小し、その他の運営についてはロシアの G ・ドライブの関係者が引き継いで、 ロシア人ドライバーのロマン・リュシノフにタイトルダッシュを全面サポートすることになった。開幕2戦のシルバーストン6時間レースとスパフラン・コルシャン6時間レースでは LMP2 のクラス優勝を挙げている。ルマン24時間レースの予選では総合13位、クラス3位の順位につけたが決勝ではリタイアを喫して完走はならなかった。シーズン中盤には オンロークオートモーティブが開発したリジェ JSP-2 がモーガン LMP-2 に代わって使用された。ルマン24時間レースのガレージ56枠で炎へ蘇生筋膜炎によって死死を切断したフランス人ドライバーのフレデリック・ソーセが率いるソーセレーシングチーム41が出走権を得たがチームの2人の健常者のドライバーのみならず手足のないソーセでもドライブできるように改造した。 モーガン LMP2 が出走を果たしている。商店街だが完走を果たし、総合38位に入った。ありがとうございます。